は上場なさあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、もし虎、えー、もしとらなんていう言葉が出てきました。えー、予想することの大切さ、えー、いや面白さというテーマでお話していきたいと思います。えー、もしとらですね、えー、もしもトランプ大統領、えーも、もしも元トランプ大統領、トランプ元大統領が えー、もう一度、えー、大統領選で再選したらを、えー、短くした、えー、言葉ですね。もしらで、今回のテーマは、まあ、トランプさんがですね、えー、大統領に再選したらどうなるかという話ではなくてですね、まあ、あの、共和党かな共和党の代表で戦うのは多分もう、えー、間違いないんだと思うんですけどね。あとは、えー、バイデンさんとの一騎打ち。 えー、になって、えー、くのかなというような感じにはなってるんですけどね、まああのー、今回はそのトランプさんがどうこうというよりはです、ね、そのこのもし、もし何々ならと予想することが、えー、大事なんですよ、えー、面白いんですよというお話ですね、ねいろんなことを今のうちから、えー、予想してってほしいんですよね。 で、よく、あの、一般的に言われるのがですね、成功する人の条件、えー、成功するパターンというのがですね、まあ、10年、20年、えー、先を見越して、えー、10年前から20年前からコツ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 、えー、それに対して準備しておくと。えー、そうすることで、えー、成功が手に入るみたいなことは言われますからね。ある程度、えー、未来を想像しておく。 で全然外れても全く構わないんですよね。想像することが大事で。で、想像していけると思うんであればそこに準備をすればいい。じゃあ、そのどれだけ現実的に想像ができるかっていうのが多分勝負になってくると思いますので、あの、うちの生徒のみんなにはですね、今のうちから、えー、将来いろんなことをもし こうだったらどうなるんだろうっていうのをちょっと練習しといてほしいなと思って今日は動画に作ろうと思ったんですけど例えばえもしウクライナとロシアの戦争がえ終わってくれたらどうなるんだろうとかえもしもし中国がえ日本に攻めてきたらどうなるんだろうとか 逆にもしロシアが日本に攻めてきたらどうなるんだろうとか、ですねあのもし自分が海外,で海外で生活することになったらどうなるんだろうとか、ですね、えー、その時はじゃあ、どこの国を選んでるんだろうとか、じゃあ、えー、アメリカに行くんだったら、もしアメリカに行くんだったらどういう仕事をすればいいんだろうとかですね。 あの、そうやって考えることによって、じゃあアメリカで通用する、日本人として通用するのは何だろう、自分の強みは何だろうとかって考え始めていくと思うんですね。あの、 まあ、その中で、えー、ぜひぜひ、えー、ソロンチャンネルでもありますからね。あのー、もし、えー、自分が暗算単位、暗算単位合格したらどうなるんだろうどういう力、どういうようなメリット、どういうような効果があるんだろうなんていうのもですね、えー、想像しながらちょっと日々の練習頑張ってほしいな、なんて思って、えー、動画にさせていただきました。はい、えー、今回もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。